賞は続いて第2組が行われます。出場選手を連順にご紹介いたします。第1レーン大浦さん成田国際、第2レーン杉山さん一律柏、第3レーン黒岩さん一律船橋、第4レーン高橋さん千葉東、第5レーン村上さん成田、第6レーン加藤さん琉球大柏、第7レーン岩畑さん日体大柏、第8レーン矢上さん東海大浦安。以上8名の出場で女子 800m 競走準決勝第2組が行われます。本山準決勝の2組がスタートしました。さあ女子のやり投げ審議という競技の方は3回目の審議に入ってきております。ただいま澤田高校の選手が 40m を超えてリードを奪っている展開、2回目まで終了しています。競技中ではありますが、女子 3000m 競走予選プラス上げ3名の選手をお伝えいたします。1組を走りました。1組6着で入りました。新宮さん一塚氏は時間10分14秒99、2組6着で入りました。沢井さん成田時間10分25秒84。さあ先頭まもなく 400m1 分9秒。続きです。3人目、2組7着でした。加賀さん秘密時間10分31秒54。以上の3名が決勝へと進出になります。さあ、先頭村上さん成田1年生、1500m では4分27秒07の大会新記録をマークしました。さあ 800m でも2分13秒60の記録を持っています。1年生成田村上さん、なんでちゃいたの一分かけて急にゼロでやってる。さあ先頭村上さんさあ伸びてます。そして千葉東の高橋さん一律船橋黒岩さん、さあ先頭は村上さんです。村上さんが1着目で17秒